激しい親子対決は曹操に軍配が上がった。曹丕は撤退の際、父にとあるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に進攻の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの軍勢が。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかった。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開きましょう。さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なに、物は考えようじゃ。この大軍にかちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。よし、絶好調。秀吉様、指揮はこの私にお任せ。水谷、あたしと一緒に前に出ようよ。お前様、行ってくるね。どうよ。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい三成。戦の指揮はわしと諸葛さんに任せればいい。よし、さえてるぜ。敵の布陣を見る限り罠はなさそうだが、皆警戒を怠らず進軍してくれ。はっ、分事件、いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。サバルの牙よ、果敢に攻め、いざ敵の勢いをくじくぞ。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。あちこちに怪物がいる。操っているものが見当たらない。アレスたちが後方から操っているのだろう。私も前線に出る。先に怪物の数を減らしてやれ。いざ断罪戦。くれぐれも無理はせんでくれよ。みんなで生き残ってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。おれ、どうよ。いける気がするぜ。よし、絶好調。敵はどうも打ち身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだ。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。見事な手際だった。そう言ってよ。死神、さあ今度こそ私のものに。勝負といくか。受け止まった。どんな敵も我が槍で貫くのみ。
分を踊るは正義に溢れていて羨ましい。私も微力ながらつくぞ。すぐ楽にしてあげる。おお、頼もしきご活躍、私も見習わなくては。俺様が打ち取ったぜ。体が動かない。少し休まないと。待っていてね、バッチョ。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。奴らこれが限界か。人間の調子好きよっていいだろう。俺自ら相手をして。すごいの出したよ俺。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。恐ろしい姿を見れば私の体も治るだろうか。各枚か、今は目の前の敵に集中しましょう。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだね。奴らがしつこいせいで引っ張るぞ。このまま父上の元へ行かせてたまるか。見事な手際だ。そう言っておこう。王殿、各愛殿、その調子で頼むぞ。諸葛さん殿、随分張り切っておられるようですね。あの元気、私も少し分けていただきたい。て、行ってみっか。さばきの牙よ、したれ。いざ、断崖戦。許さん。やられちまう。よし、次行くよ、いつなり。許さん。私が前線に出る必要はなかったですね。今だ、瞬裂に攻め立てる。たまごった。たまには思い切り体を動かさないとね。お心遣いを感謝します。ですが、先ほどから激しく動いているのはヨネネ様だ。いざ万歳戦。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。秀吉、打ち取った。俺を裏切った貴様、耐えてるぜ。絶対に許さない。そりゃ悪かったろ。じゃが、お前さんの傲慢さには付き合いきれば。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。このまま切り込むぞ。遅れるな、人の子らよ。さすがは戦界の住人だ。この馬儲けも全力で前に。我らの攻勢に耐えかねアレスも出てきた。この好機逃してはならん。ならばこの分事件が挑もう。裁きの牙を上等だ。返り討ちにしてやる。打ち取った。そう、この人間ごときに何と。そもそも父上が余計なことを思いつかなければいけない。ご活躍、私も見習わなくては。私の昔は人間の低く見積もっていた。その意味で就職する。改めた方がいい。その言葉アレスに伝えてもらえれば助かる。禍根があるせいか、私の話など聞かぬのだな。それが人間の力。父、あなたの願いは叶うのでしょうか。ホーレーメン、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。見事な手際だ。
そう言っておこう。ほらよ、戦闘も不調、私の体も不調、踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。どうしてこんなことに。このままではいろいろと厳しい。私の体も限界に来ている。さっきの牙よ、来たれ。いざ万歳戦、行ってみっか。いざ戦わん。よし、絶好調。お前はここで倒す。行っちゃうよ俺。敵将、そこを動くなよ。よし、冴えてるぜ。及ばなかったか。バチョ、ソーキ殿の思惑は完全に我らは矛を収めて無理。さばきの牙よ、来たれ。いざ安在しよう。難しいかもしれん。敵を憎む気持ちは俺もわかる。だが世界の危機を前に、今は手を結ばねば。しまいだ。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だね。それがしは降伏する。大井殿のことは貴公らに託すとし。馬長、大井のことは私に任せろ。あのような気合は理屈で解き捨てればいい。私も行くよ。あの子のこと放っておけないもの。お前こそ真の三国武装だ。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。復讐の邪魔をするなら誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたいの。そんな悲しいこと言わないでね。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう、でもあの男を撃てるの。世界が滅んでも構わないわ。一生撃ち取ったら復讐を取り決め、元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされぬまま悪夢は続くだろう。だからここで馬長を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私はここで馬長を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、大井、これからよろしくね。うむ、この部、これよりはただ人のために振るわん。元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら神を倒すために戦うわ。そうか、これで道を阻む神たちは消えた。あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みんな急ぐで。ほう、黎明、死の本分を全うしよう。復讐、それが私の唯一望むもの。申し訳ありません。人間たちの信仰を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。こんな大掛かりな仕掛けをしてまで。うん、少々試してみたいことがあってな。まあお前たちにもすぐにわかるだろう。それまで力を尽くしてもらうぞ。
散々働かせておいて真意を話せぬとは、父にとって俺たちは一体何なのだ。この件もまたくだらん気まぐれではあるまいな。口を慎め、アレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。不尊な言い方はたとえ子であろうとも許されぬと思え。ことと次第によっては、あの話考える価値はあるかもしれんな。ついにゼウスとの決戦の時ですね。最初に戦った時より私たち力をつけられたと思います。それに結界の解き方も教わりましたし、オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神、奴らの動向も気になるが、今は目の前のゼウスを倒すのが先決だ。うん、皆で力を合わせ神に挑もう。この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ、言いなさいったら。クマ姫様、お許しを。恋に恋する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食感だそうな。大食感の男。来た来た来た、長年の修行の成果見せる時。自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。カイ殿の料理は絶品。満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この機を逃すわけにはいかないわ。